映画情報番組シネバカちゃん。こんにちは、4月第3週のシネバカちゃんです、はい、見ていただいてますか？どうですか、ね、マンボウ、ね、マンボウ東京、京都、沖縄でしたっけ、はい、発令されてますけど、はい、マンボウといえばね、天気予報ですけどね、はい、我々ですね、そうですね、ヤンボウですね、はい、わからない方がいっぱいいると思います、はい、若い方には通じなかったりしますけど、はいはい、私は、ロバート・デ・ニーロ大好き、デ・ニーロ・タマコとタマちゃんです。よろしくお願いします。はい、時計仕掛けのオレンジ大好き、アレックス・ヨッチャンです。ヨッチャンです。どうも。はい、今日も元気に、はい、やってまいりたいと思います。はい、天気もいいですから ね、今日はね。はい、はい、まだ外に出ないで、これを生配信をご覧ください。はい。よろしくお願いいたします。はい。まずは、現在公開中の作品を、はい、今日は、5本ですね、はい、紹介したいと思います、はい、まずはアンモナイトの目覚めです。予告動画をご覧ください。どうぞ。 Days it took to dig it out. Clean it. It's in the British Museum. That one was special. There were more shells, little ammonites, tourists took, and attachment death.May I introduce my wife, Mrs. Charlotte Murchison? I want her to walk the shoreline with you, learn from you. I'm not looking for an apprentice. I would be able to pay a premium for a private audience. Don't like the water. I didn't want you here. Mother! She needs care. I'm not a nurse, doctor. I barely know the woman. What is it? Ammonite. Beautiful.アンモナイトの目覚め。はい、アンモナイトの目覚めでした。よっちゃんどうでしたかこれは。ねえ、なかなかやはり、ね、ローズ、ね、タイタニックの曲で今日始まりましたけど。そうですね、ちょうどね。ただ、まあ、だからといって、はい、今日タイタニックを選んだんじゃなくてですね、はい、その話は後でしますけれども、はい、まあ、ローズはね、ジャックとローズ、タイタニックで、2作目のデビュー、2作目の作品だったんですけど、あ、はい、まあ、あれで ね、世界的に有名になりましたよね。いい年齢を重ねてますよね、役者さんとしてね。もう
なんかこう雰囲気も体つきも本当にザ中年の女性っていうですね、そういう感じになってますけど、そこがねまた非常にいい魅力ですよね。それってそれに対してあの幸せローナ、これはあのまだ20代ですけどね、もう真相の霊場的なね、本当にこう病がちのちょっと気弱そうなね、弱な感じの、でも本当にあのやね、あの役によって全く違う味わいをね出す素晴らしい演技始まりましたね。若草物語のね、最近ですね、はい、まるで全くねまた違うあれです、ね、この二人の女優がね、はい、もう体当たりで、はい、もう道ならぬ恋をね、はい、女性同士の、なんかタマちゃんも見たんですよね。はい、見ました、見ました、ね、こういうのあんまり見ないですよね。そうですね、あんまり文芸作品って私見ないんですけども、ね、はい、どちらかというとアクション系担当なんで、ね、火薬班代表ですから、はい、ただもう面白かったです。あ、そうですか、よかった、はい、はい、冒頭のね、はい、大理石の床を磨くシーンがあって、はい、でそこからあの荒海のね波音のなんか怖いぐらいの波音があって、はい、だからちょっと僕ローマのあのね感じをちょっと思い出したんですけど、はい、キュアロン監督のですね、そうですね、はい、であとあれですよね、ケイト・ウィンスレットの顔がだんだん僕ホアキン・フェニックスになんか目のあたりがなんか似てきた似てるみたいな感じ、ちょっと思ってますけど、この2人のいろいろ感情の揺らぎっていうのがセリフはほとんどないんですよね。そうですね、もう本当に 目の2人の目の表情ですね、うん、これがもう相反する女性2人がですね、はい、どん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 こう距離をね縮めていくんですけど、はい、説明とかそんな余計なセリフはないんですよ、はい、その表情とか ね、それでわかるね、お互いのこうシンパシーがね、はい、伝わってくるという、はい、うん、このあとエンディングはどうですかね、あれはどう見るんでしょうかね。いろいろね、多分その後どうな2人がどうなっていくかっていうのをちょっといろいろ多分想像するですね、あの、はい、それはもう見る方に委ねるって感じ、そういうちょっとね、はい、あの余韻のよく残 す、ね、エンディングになってます、はい、面白かったです、はい、あのすごくいい映画だと思います。こちらはアカデミーどうでしょうかね。どうでしょうね。ちょっと、うん、どうでしょう。わかりません。女優賞とかどっちか取るんでしょうか。ね、はい、はい、こちらの方は、現在東方シネマズシャンテ、それから東方シネマズの府中、渋谷文化村ルシネマ、木野シネマ立川高島や横浜みなとみらい他で絶賛上映中です。ぜひご覧になってください。はい、続きましてはザ・スイッチです。予告動画をご覧ください。どうぞ。この入れ替わり最悪が過ぎる。 That's me, Millie. I love your dress. I think I saw it at Discount Bonanza. 地味な女子高生が13日の金曜日に殺された。 But I didn't get killed. Where am I? That's not me. I swapped bodies with a serial killer. 女子高生と殺人鬼の未体験入れ替わりホラー。Is wearing my body. He's killing it. If I don't stab him back, I'm gonna be stuck in his body forever. I want my body back. Come and get it. I'm just a girl. I'm just a girl. Oh my god, it's a slaughterhouse. I'm just a girl. Yes, I'm going to kill you. I'm trying to stab myself. The Switch.はい、ザ・スイッチでした、はい、これあの公開延期になってたんですけれどもね、そうですね、やっと公開になりまして、はい、4月9日に公開になります、はい、先週公開になりまして、はい、よっちゃんどうでした、なんか、はい、ね、見ました、はい、いやこれはあのはっきり言ってあの想像以上にですねすごく面白かったですね、はい、まあ、こういう映画っていうのは、まあ、よくありますよね、まあ、入れ替わりホラーっていうんでしょうか ね、まあ、もちろんだからそういう現実にありえないこと正解なので、うん、あのコメディ的な要素多いんですけども、うん、あの十分にですね、あの、まあ、こういうのってあの、まあ、それが売りでもあったりしますけど、 B 級感のホラーっていうのね、うん、そういうイメージがちょっとあると思います、うん、あんまりそういう B 級感感じさせずにですね、やはりあのさすが、ジェイソン・ブラムですね、うん、あのプロデューサーってだけあってちゃんとしたですね、まあ、そのエンタメっていうかきっちり作ってるという形で、うん、あのそういうあのこういう、まあ、殺人のシーンもたくさんあるんですけども、うん、そこも非常にリアルでね、うん、あのなんかチャッチーなって感じは全くなかったですね、なんか十分にあのある程度そういうホラーマニアにも楽しめますし、もちろんあのホラー、まあ、そんな好きじゃないって方も映画としてもすごく面白いですね、あの、まあ、もちろん本当現実にはいえない世界ではあるんですけども、まあ、日本でね転校生とかね、はい、そうですね、はい、ありますけどね、はい、非常にあの、はい、いいおすすめできる映画だと思いますので、はい、ぜひこちらは、はい、ご覧ください、こちらの方はですね、東方シネマズイオンシネマ、
ユナイテッドシネマ、東急シネマ等の、シネコンですね、大手シネコンと、まあ、それから新宿ではあのバルトナインでもですね、上映されてますので、うん、ぜひともご覧になってください。はい、ください。おすすめです。続きまして、ドリームランドです。予告動画をご覧ください。どうぞ。テキサスの田舎町に暮らす17歳の友人。Look at this cold bastard. 突然やってきた指名手配犯、アリソン。The thief and murderer, Allison Wells. Five human souls that were taken on that day. Don't make a sound. Ain't that you? I never killed anybody. You okay? Yeah. It's perfect. You don't like it when I call you kid? What are you looking at? How much would it be worth to you to help me get to Mexico? What you got there? It ain't safe for you here. Imagine, a murderer in White Lady 2. That option gets slimmer and slimmer. Scared, Al. Yeah, me too.イノセントな少年と美しき犯罪者、ここではないどこかにあるはずの夢見る場所を求めた2人の運命とは。ドリームランド。はい、ドリームランドでした。これも私見ましたけど、はい、良かったですよ。そうです。17歳、はい、まあ、こう少年と言ってるのか若者、はい、まあ、青年と言ってるのかわかんないですよ。17歳ったら日本だと高校2年生ぐらいですね。ね、大人の女性にはね、上がられませんよ。ね、はい、でしかもマーゴットロビーですよ。マーゴットロビーですからね。はい、で彼女はね、やっぱ自分が逃げ通せるために彼をやっぱり利用するんですけど、はい、まあ、その後どうなっていくかっていう、ね、はい、人の関係ですね。はい、で、あのこれ面白いのは、あの全体のストーリーテリングはですね、はい、2人の視点じゃなくて、ね、誰かあの違う、そうです ね, ね、まあ、あのストーリーテラーが別なんですよ ね, 別なんですよね、はい、これがね、なかなかうまくこう、ね、巧みに動いてて、はい、物語の展開がね、面白くなってきます。はい、でキーワードはね、懸賞金。うん、でこれ1930年代の、はい、世界恐慌時のアメリカなんですよ。はい、で多くの農民がね、あの土地を追われ、家を追われる中、まあ、はい、この村町の人々もですね、大変な思いをしてるわけですよ ね, そ, ですね。でそこにあの懸賞金付きの女性が逃げてきたと、はい、強盗殺人犯です ね, ですね。町の人も躍起になって探します、はい、ね。でもう一つはね、砂嵐ですね。はい、そうですね。最悪の、はい、史上最悪の砂嵐が襲うという状況の中で、はい、ね、どういう結末に向かっていくんでしょうか。う、ね、はい、いやこれなかなか私ちょっと、まあ、ある程度ね、こういうのって、ね、結末途中で分かっちゃうんですけど、私ちょっとこういう結末はね、予想してなかったんで、そこもまた一つね。でね、この、はい、後でね、はい、その結末を見てね、2人それぞれのドリームランドがある、はい、あったんだなっていうのがね、はい、そうですね、このタイトルがすごい腑に落ちてくるんですよ。はいはい、ね、そうですね、あの本当にナレーションのね、そうそうそう、役の、うん、あの、まあ、彼彼女、うん、それも生きてきますよ ね, ね、はいはい、これはぜひ映画館でご覧ください。ください。こちらは、はいはい、こちらの方は現在新宿武蔵野館アップリンク吉祥寺他で上映中です。はい、ぜひご覧ください。ご覧ください。続きましては21ビーチです。予告動画をご覧ください。Here you are, standing on the precipice of something so much bigger than anyone here. But always remember, you are not alone. If you love, you can look and you will find me.One of those infinite time loop situations you might have heard about. That I might have heard about? Yeah. Well, then what's the point of living? We kind of have no choice but to live. No, I'm gonna get out of this. See you tomorrow. Let's waste some time. なら永遠に今日でも構わない。
タイムループラブコメディ。 I don't have an Irvine. We all have an Irvine. From the first time that I saw you. Oh my god. Palm Springs。はい、すいません、ごめんなさい、タイトル間違えました。ね、私もその方向で言ってました。いかに頭空っぽで空っぽでやってるかっていうのをバッてしまいましたけど、ね、すいませんでした。まあ、すいません、これも生放送ということで、はい、お許しください。これはあのタイムループものということでね、はい、そうですね、うん、これもよくあるパターンなんですけども、はい、毎日この、この妹の結婚式があるんですけど、この日にの朝にですねタイムループするっていう、そういう話なんですけども、あの、はい、あれですか、弓矢に刺されると弓矢で撃たれて、それがね、いろいろなんですよ。死に方はいろいろなんですけど、死に方はいろいろなんですけども、まあ、そこにあの J.K. シモンズ役の警官がちょっと登場する、はいはいはい、まあ、これがまたちょっといろいろキーになってくるんですけども、あの、なかなかあのちょっといろいろ複雑に作られてまして、あの、まあ、そんな単純なタイムループではなくて、タイムループ自体はね、もちろんあの同じ時に戻るというか、今のように目を覚ますところは同じなんですけども、なんて言うんでしょうかね、これは。でも多少なって言いますか、これ同じ人生、同じ時をこう繰り返すで、この知り、この当日に知り合った彼女とですね、こう繰り返すわけですけども、まあ、それがあの男女はやっぱりそれぞれちょっと思いが違ってきてですね、これを繰り返していることがこうそれが楽しいのか、やっぱりこの世界から抜け出したいのかですね、その辺がですね、あの葛藤が出てきまして、その辺のこう2人のこう心のあやっていうのもね、非常に面白くて、まあ、あの人生皆さんどうでしょうかね、同じ日を繰り、まあ、要はあの年を取らないわけですから、その部分は嬉しいと思うんですが、それの繰り返し で同じ人といつも過ごしてるっていうことがですね、まあ、いい日の繰り返しだったらいいですけどね、まあ、そうですね、最悪な日の繰り返しだったら、ね、多分自分に置き換えて、自分はこうなったらどうなんだろうっていうのをね、考えてみるとまたあの非常に感慨深いんじゃないかなと思ってます、はい、こちらは、はい、こちらの方は、現在、ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿ピカデリ、アップリンク吉祥寺、他で上映中です。ご覧ください、はい、続きまして21ビリッジです。今度本当に、はいはい、予告動画ご覧ください、どうぞ。Cause times seven, only I'm dead out there in the fucking street. This is the biggest coke seizure in I don't know how long. Narcotics will be involved. No way we walk. This is fucking stupid. But a city that they protect with their lives. Close the island. What island? Manhattan. The 21 bridges, shut them down. Three rivers, four tunnels, closing. He must be brought in alive. Who did? It was your boys who smoked him out of this apartment so quick. That's what I'm trying to figure out. And the cops tried to clean upstairs. Shoot them more than just us. You go down this road, you're on your own. Oh my God. And you scorch earth trying to cover it all up. Why did I happen? 21 Bridge。 はい、21 Bridge でした、はい、もう大好物です、私こういうアクション、もうだからたまらず、あれなんか初日に見に行ったそうです、 そうですね、はい、しかも TCX というね、あ、音ね、大きなスクリーンで大音響の、はい、アトモスドロップですか ね、 ね、はい、あの強盗が入られて、警官が、殺害されて、はい、犯人が逃亡するんですけど、まだマンハッタンの中にいるということで、はい、マンハッタンにつながる全ての橋21あるらしいんですけど、はい、これがあの封鎖されると、はい、でしかも、まあ、朝5時までという、はい、あの時間限定でですね、はい、でその中で一夜を徹して犯人を追っていくわけなんですけど、だんだんね、あれなんかおかしいぞっていう話になってきましたですね、はい、でこの一夜の中でのね、あのもうパトカーや警察車両のこの動員とかね、はい、ヘリのね、こうね、サーチライトでこう、はい、行くヘリとかね、はい、でこの美しいニューヨークの夜景の中でね、これがね、繰り広げられるんですよね、はい、ね、また良かったです、
ね、もうなんか久々にこういうの見たかったですよ ね、 そうね、見どころがもう次々とあってね、はい、もう本当に息をもつかせないテンポで進んでいます、はい、こちらにもね、先ほどパームスプリングスに出たら J.K. シモンズが出てまして、はい、まあ、これはもう本当にキーマンになりま す、 ですね、はい、まあ、だいたい想像途中から想像つくんですけれども、はい、でもね、これ見てみたら面白いですよ、はい、久々にこういう作品があって、はい、これこそ劇場で ね、ぜひ体験して、ね、チャドウィックマン、はい、ブラックパンサーで、はい、熱演してましたけども、まあ、彼の本当に劇場公開の遺作になります。そうです ね、はい、ぜひ見て、残念です、40なんて、ね、32歳か3歳で、ね、大腸がんで、もうちょっと40なんですけど、はい、そうですね、はい、本当残念ですね、はい、はい、ぜひご覧ください、はいはいはい、こちらはこちらの方はですね、東宝シネマズ、イオンシネマ、ユナイテッドシネマ、東急シネマズなどの、シネコン、それから、渋谷ではヒューマックスシネマで上映中です。ぜひご覧になってください。はい、はい、次は、はい、今週の特集です。その前に、ね、いつも の、はい、お約束がありまして、はい、まあ、コロナ感染症予防のですね、はい、対策、この、鳥越アズエリー FM も、ちゃんとやっていただいてまして、はい、特にこのスタジオの中もですね、スタッフの方が、毎回除菌をしていただくのと、それからこの、ね、オゾン低濃度オゾン発生器、はい、トレールフレッシュというのも常にこう作動してますんで、はい、我々も安全な、ね、ね、感染対象、はい、対策されている中で空気が、ね、もう常に浄化されているという生配信をお送りしてますので、はい、皆さんも安心してご覧ください、はい、で、今一方ではね、はい、なんか第4波が来てるっていうようなこともなんかいろいろ報道がありますけど、はい、で12日には東京、京都、沖縄に、はい、まん延防止等重点措置が、はい、適用されまして、はい、まあ、こうした長引くね、コロナの禍が長引く状況下にあって、映画館からね、足が遠のいてしまっている方も多いんじゃないかと思うんですよ、うん、はい、そうですね、ね、なんか映画館って密閉でしょって、窓がないでしょって、はいはい、なんか怖いわっていう方がいるかと思うんですが、うん、はい、そこで今日はね、映画館って安全安心なの、はい、っていうことをテーマに、はい、お送りしたいと思います、はい、まずは感染予防のですね、対策に取り組みなどについて、はい、映画館 で映画をね、たくさんご覧になっている方、はい、今もご覧になっている方はこれ見てるっていう方もいると思うんですけど、予告編と同時にね、そうですね、流れますんで、はいはい、まずは換気実験のですね、はい、動画を、ご覧ください、はい、どうぞ。映画館における換気実証実験、現状の映画館のイメージについて。と、映画館というのはですね、まあ、3密の代表みたいに言われてきましたけれども、この2時間から3時間の間密閉空間になるんじゃないか、実際に3密が揃った時に感染リスクが高くなるわけですね。例えばですよ、密集密接の2条件が揃ったとしてもですね、3密にはならないわけですね。換気っていうのがしっかりできることが分かればですね、新型コロナウイルス感染症をですね、まあ、実際に避けるということが可能であろうということが考えられるんですね。映画館での感染リスクを減らすためには、映画館に入ればですね、映画上映中にですね、おしゃべりをするっていうのはほとんどないですよね。だからですね、専門家の間でもですね、この映画館の換気がしっかりされているってことが分かればですね、映画上映中はおしゃべりをしないし、飛沫も飛びにくいと、しっかりと観客の方々がですね、マスクをして映画を見られればですね、この新型コロナウイルス感染症に罹患する確率をかなり減らすことができると、こういうことが、まあ、一般的に言われているんですね。空気の流れを見える化し検証。館内にスモークを充満させ、映画鑑賞時と同じ条件で換気します。換気までに何分経過したのかを検証します。今回はスクリーンからの排気システムで検証。あの辺りを見るとやっぱりこう下から吸い込まれているのが分かりますね。まあ、大体ですね、20分でほぼ空気が入れ替わっているということが分かりました。
1時間に3回換気されるわけですね。だから映画は2時間から3時間ですから、まあ、映画1本の間に6回から9回、まあ、換気されるということですから、まあ、しっかりと換気というのは十分されているということが、まあ、実証できたと思います。コロナウイルス対策としては3密対策、密閉をですね少なくとも回避できると。換気は十分されていてマスクもしていればコロナ対策としてはかなり有効だと思いますね。映画館では換気されており少なくとも密閉を回避できる可能性が立証されました。はい、全国工業生活衛生同業組合連合会、略しまして全工連さんにご提供いただきました換気実証動画をご覧いただきました、はい、ね、どうですか。もそうですね、映画館密閉空間のように思われますが法律でやっぱの換気システムが決められてるんですね。そうですね、義務付けられてまして、はい、基準値に関しては、自治体によってちょっと異なる場合があるんですけれども必ずこう換気するということがもう、決められてます、はい、なので映画を見ながら、気がつきませんけれども、はい、知らず知らずのうちにちゃんと換気がもう、ね、はい、されてるということが、これで分かったかと思います、はい、しかもねスクリーン我々は映画見ながらスクリーンを見てみんな向かってるわけですから、はい、でおしゃべりもしませんし ね普段ね、はい、なのでやっぱこれはなんか安全なんだなってちょっと皆さんも少し思っていただけたんじゃないかと思います、はい、まあ、あとね映画館によってはこう必ず今も一席空けてね、うん、間隔を空けてってありますからね。それは後で話しますか、はい、あ、そうですか、今いいんですか今あ、そうですか、はい、はい、それではですね、まあ今入り口でねどの映画館さんも検温して、はい、手指の消毒をして、はい、でマスクをしてっていうね、はい、ことがもうこれはルールになってますから。そうですね、どの映画館もそれは ねだからある意味その密接っていう部分では、はい、本当にね、はい、避けら密閉密室は避けられてるんじゃないかと思いますので、はいはい、で続きましてですねマナーについて、ね、の動画を見ていただきたいと思います。こちらどうぞ。映画館では今までの鑑賞マナーに加え新しい生活様式での鑑賞のご協力をお願いしています。劇場内席エチケットのお願い。席をする際には多くの飛沫が飛びます。手で押さえるとその手で触った場所から拡散する可能性があります。席をする際にはマスク着用などの席エチケットにご協力ください。咳とかくしゃみというのはですね、まあ、突然襲ってきますよね。ハンカチとかティッシュが間に合わないという場合がありますよね、まあ、こんな場合はですね上着の袖などで鼻と口を覆うと、まあ、これをですね徹底していただくことが重要かと思います。上映中飲食時の新しいルーティーンのお願い。飲食をするだけではあまり飛沫は飛んでいません。しかし休憩時間中や上映前後は会話が想定されるため飲食は控えましょう。上映中は飲食時以外はマスクの着用をお願いいたします。飲食時以外はですねマスクをするということを心がけると、これをですね劇場内でもですね励行していただければ、これはですね必ず感染対策感染予防につながると思います。飲食時の新しいルーティーンにご協力をお願いいたします。さらに退場時には出口が密にならないよう間隔を空けてのご退場をお願いします。整列退場の案内がある際はご協力をお願いいたします。また新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について通知を受け取ることができる確認アプリココアの導入をご検討ください。新しい鑑賞マナーにご協力いただき映画をお楽しみください。はい、新しい感染、ね、鑑賞マナー見ていただけたと思います。こちらも全校連さんにご提供いただいた動画なんですけれども、まあ、映画館によってはね一席空きで席を販売したり、まあ、そのねお二人の時は二人で座って一人の時は一人ずつちょっと話すみたいなね、はい、いろんな映画館さんによってのいろんな処置を取っているところがありますので、はいはい、でまあ本当に自分たちがね映画好きなもの同士で映画館に来てるわけですから、はい、
あのマナーを守って見ればね、はい、本当にあの映画館ってそんなにリスクの高い感染リスクの高い場所じゃないなっていうのは分かっていただけるかと思います、ね、あの食べながら見るのもね我々はやりませんし、はい、あのね、おしゃべりもねやっぱり絶対しないっていうですね、例えば、はい、あの合わせてあの感染症の対策にもなるということですね、はい、はい、マナーを守っていきましょう、はい、それではもう一つ、はい、あの国内最多の、ね、スクリーン数を誇るイオンシネマさん、まあ、あのイオンエンターテインメント株式会社さんですけど、はい、こちらの取り組みも、ご紹介したいと思います、はい、イオンシネマさんの感染防止、動画をご覧ください。新型コロナウイルス感染症予防に関するご案内です。ご飲食時を除き必ずマスクの着用をお願いします。ご入場前に必ず検温をお願いしております。キープディスタンスの確保にご協力ください。消毒剤を設置しています。また座席や肘掛けなど手が触れる場所は消毒をしています。ご鑑賞中ご飲食中の会話はお控えください。スタッフは体調管理を強化しマスクを着用しています。座席は間隔を空けてご案内しております。ご協力をお願いいたします。はい、イオンシネマさんの感染防止、ご案内動画を見ていただきましたが、ね、観客にのマナーを、ね、お願いするだけじゃなくて映画館側もですね、万全の対策で感染防止に臨んでいるというのがねよく分かったと思いますけども、はい、ね、ですね、はい、それだけ。いや、なんかまた言うと、それは後でとか言われてた。もうあとないから、はい、ね、あのイオンシネマさんではね、楽しね、シネコンさんに先駆けて新たな取り組みも次々と行っています、はい、それをちょっとね、あのよっちゃんから紹介していただきたいと思いますが、はい、はい、まずちょっとこちらの、テロップをご覧ください、ね、はい、イオンシネマさん、あのさすが日本最大のですね、劇場数スクリーン数を、ま、誇ってる、ま、大手のシネコンさんということですね、いろんな取り組みをしてまして、まずこれ一つ目の紹介はですね、これはあのイオンシネマ幕張新都心っていうところに、まあ、あの一つのそういうのはパイロット劇場というかですね、そういう役割でトレイントリプルエアシールドっていうですね、これ海外ではですね、あのアメリカの方などの方では空港とか病院とかあと軍の施設とかというところでも導入されてるあのものなんですけども、うん、なんと日本ではですね、あの導入が初めてっていうですね、こういうあの、本格的な、感染予防のですねシステムが、うん、これで相当多分ね、うん、高い、どのぐらいするのかちょっと分かりませんけど、うん、高いと思うんですけども、そういったものを導入して、ますということですね、この、うん、まあ、あのとりあえずこのパイロット劇場ということで今回この幕張だけなんですけども、うん、まあ、本当にあの劇場丸ごと、うん、そういう感染予防対策がその空調システムがですね、うん、導入されてるっていうそういう形になってまして、うん、まあ、いろいろちょっと説明書いてますけど、まあ、これ読んでもちょっと分からないと、まあ、要はあのいろんな3、まあ、3つのちょっと方法を使ってですね、あの完全にそのウイルスの除去とかですね、換気、そういったことを行ってるってことなんで、はい、はい、これがまあ一つ目の取り組みですね。じゃあ次よろしいですかね。はい、こちらはですね、今度はあのまた別な劇場なんですが、イオンシネマ、市川明伝さんですね、こちらの方の劇場で、これはあのこちらの劇場にあの今スクリーンはあの9スクリーンあるんですけども、これもあの日本で初めてですね、全部の9スクリーンすべてにですね、座席間にパーテーションを立ててですね、あの感染予防の対策を行ってるっていうですね、まあ、これも本当に初の試みで、まあ、昨年の末にですね、こういったものを導入されたということです、うん、はい、はい、じゃあ次お願いします。3番目ですね、はい、3つ目はですね、これはあの、先ほどのは、まあ、全部全スクリーンということだったんですが、こちらの全国のですね、イオンシネマの、はい、15の劇場に、ですね、15の劇場なんですが、そこ の全部のスクリーンの中にこのアップグレードシートといいまして、この写真にあるような、まあ、あのちょっと豪華なですね、そのリラックスできるような
あの豪華なちょっとシートに個室感覚、ね、はい、個室感覚ですね。それであの通常の 1.5 倍ぐらいの1人のですねスペースを取って、まあ、それであのディスタンスも保ちながら両脇にこういうかあの、感染予防のですね、これなんて言うんでしょうか、ついたてパーテーション、はい、パーテーション、ね、それが出れば、はい、それを置いてですね、はい、まあ、ゆったりあの本当にその安全に映画が見れるってこういうあの、シートをですね、15劇場の、まあ、全部のスクリーンでそれぞれのこの劇場の一覧の、はい、じゃあそうです、ね、はい、見せてください、はい、こちらの15スクリーンですね、うん、はい、東京です と、どこだ、東京だと武蔵野、武蔵野村山とかですね、うん、イオンシネマ日の出、日の出、あります。近畿の方ですとですね、まあ、京都とか滋賀、大阪の方にもありますけども、はい、まあ、一応この15の劇場にはあのこの中の全部のスクリーンにはこういったアップグレードシートを導入されて、うん、まあ、イオンシネマさんに限らず、ね、はい、あのいろんな劇場、あのシネコンチェーンさんや、はい、単館 の、 あの映画館でもですね、はい、いろんな取り組みをあのなさってると思いますんで、はい、皆さん安心して本当に映画館に足を運んでいただければと思います、はい、そうですね、はい、はい、今週の特集はなんかちょっとね固めに、ね、固い、どうなんでしょうか、真面目な話になりましたけど、もうあの見てる方がもう消しちゃってるんじゃないかっていう、チャンネルを変えてるんじゃない、まあ、チャンネルじゃないか、変えてるんじゃないかちょっとヒヤヒヤしてたんです、まあ、本来あのこれ我々の、まあ、映画館で映画を見ましょうっていうですね、あのコンセプトですから、あのそれに合致するものとして、まあ、あのこれ、もっと実は早めにお知らせしたかったんですけども、まあ、なかなかちょっと ね緊急事態宣言中にやるのもどうかということで、まあ、マンボウがまた始まっちゃいましたけども、まあ、このタイミングで、一回ちょっとこういう形ですね、きっちり皆さんに、まあ、映画館は安全なんだというですね、はい、ことをあの分かっていただくためにやりましたので、まあ、ぜひこれじゃあ毎週やりますか。いや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 、はいはい、それでは、明日以降に公開される新作をご紹介したいと思います、はい、まずはクリシャです。予告動画をご覧ください。Where have you been? What have you been doing? I have tried to become a better human being. There's a lot you missed. But you got a lot of fixing to do. Are you mad at me? Mm-mm. For sure? Mm-hmm. I just want to be close to you and make up for lost time. I have stayed away while I was healing myself.You are a lever. You are heartbreak incarnate. If you think you can just pop in and pop out of people's lives like this, you are malinformed. You don't know who I am. You don't know anything about what I'm here trying to do. What's going on with you? Chai totally hates me. I'm not going back. Grisha, I've earned a right to be at this table. Did you lie to me? You look at me and tell me you love me. Look over there. Mom, there's Grisha. Your daughter. Her name is Grisha? Her name is Grisha.That's her daughter. That's Grisha. はい、クリシャでした。はい、復活ね、労働省でありますけど、あの実は本当はあの1年前のですね、昨年4月に公開予定だったんですが、うん、それが一度伸びて7月にされる予定だったのがまた伸びて、ようやく1年後経ってですね、ようやく今回公開されるということなんですが、いろんなもうあのヒット作を出している、はい、24 の、ね、体系ですね、はい、そうですね、はい、でこれあの監督があのトレイ・エドワード・シュルツ監督、まあ、若手の監督なんですが、これが一昨年ぐらいですかね、ウェイブスというですね、非常に映像と音楽がこう融合したすごく印象的な映画があったんですが、それの
あの監督のデビュー作で、うん、実際には2015年にも完成してたんですけども、うん、日本公開は今回が初めてってことですね。なんか監督の、はい、まあ、家族体験が元になってるそうですね、はい、それであの実際にですねこのキャストもこの、主役の、クリシャクリシャっていうのもこれあのなんか親戚の方らしいんですよ。でほとんどあのご本人も監督本人も息子役で出演してますので、まあそういう形で、まあ、あの家族の険悪な関係が ね、どんどんこう、まあ、長編デビュー作ってことで、もう本当にそういうあの身内でですね、はい、身内の協力を、元にこう作った映画ってことになるんですけども、そうですね、あのアルコール依存症のね母親が、うん、イースターかな、イースターになんか実家に戻ってきて、はい、そこでいろいろまた問題になるっていうですね、非常にあの生々しい、まあ、ヒューマンドラマになってるんじゃないかと思います。こちらは、はい、はい、こちらの方は、4月の17日土曜日からですね、渋谷のユーロスペース、それから順次、その後全国で公開する予定です。あのこちら私も早速見に行こうと思ってますので、はい、ぜひともご覧になってください。続きましては約束の空です。ご覧ください、どうぞ。マモン、私たちはもうガガボンだ。I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey. T'entends pas la lumière? Aye, aye, Captain. 宇宙飛行士で一人親のサラと娘のステラ。Je pourrais venir voir la fusée avec toi avant le décollage. Je te promets. Tu savais que ta maman allait partir un jour?Все, нужно останавливаться. Это уже опасно для нее. Нет, все хорошо. I think you ought to ask him to lighten your load. What do you know about my core skills? Maman, tu me manques. There's no such thing as a perfect astronaut. Just like there's no such thing as a perfect mother.あなたがいるから頑張れる。約束の空。はい、約束の空でした、はい、エヴァグリーンですね。そうですね、宇宙飛行士ので、シングルマザーの彼女と娘の、はい、まあ、家族の、ね、はい、親子の物語ということで、はい、そうですね、これ音楽がですね坂本龍一、ね、はい、うん、さんがやってるようそうですけども、エヴァグリーンね、あの本当目力強い結構強烈な印象の女優です。これはあの非常に優しい母親のね役をやってますけども、はい、監督は、アリス・ウィンクールという方が、脚本と監督をされてます。はい、これ宇宙ものは大好きなんで僕は。そうですね、でこの女の子はねまた新人で300人のオーディションから選ばれた、あの本当にこれがデビュー作なんですけども、非常に印象的なあの演技を見せてくれるんじゃないかなと思ってます。はい、あの宇宙に行くとね今度娘と会えないという、はい、そういうジレンマの中で、ね、はい、どういう展開になっていくんでしょうか。はい、はい、こちらは、はい、こちらの方は、明日ですね、4月の16日から東宝シネマズシャンテ、それから木野シネマ立川高島屋ほかで上映開始です。よろしくお願いします。はい、続きましては広島への誓い、サーロ節子とともにです。ご覧ください、どうぞ。広島、 That's where I was born. I was 30 years of age at that time. My most important role is toshare survivors' experiences. All these schoolmates of mine are gone. They are wiped out from the face of the planet. Setsuko is one of the most compelling people I've ever met. She's had a profound impact. This treaty can and will change the world.
When we met, Setsuko awakened the dormant feelings I had about my family's history as Hiroshima survivors. She urged me to research my family's story. This is the continued impact of those bombs 70 plus years on. When I think of all the people who shared that fate with me on that day, I almost trembled. You think about her journey from the ashes of her hometown to a Nobel Peace Prize. It's an extraordinary life story. My work demanded certain sacrifice, but I don't regret how I have lived. I'm not interested in sympathy. I want your action. That's why I'm still speaking about this. The dreams of the survivors of Hiroshima Nagasaki has been the abolition of nuclear weapons. That would be the day I wish I could be alive to witness. はい、広島への誓い、サウロ・セツコとともにでした。はい、こちらです ね、はい、核兵器防止条約っていうのがありまして、これが批准国が、50国以上に達しましたので、今年の、1月22日に、発行されました。とはいえですね、核保有国アメリカとかソ連とか中国とか、ところは不参加なんですけれども、ただでもこういうね、一本刻めたということで、そのためでこの緊急公開ということになったようです。はい、サーロ・セツコさんっていうのは、もう13歳の時に広島で被爆しまして、はい、でまあカナダ人の方と結婚してですね、はい、トロントに住んでるんですが、こういう平和活動をずっと続けてまして、その4年間の活動をドキュメンタリーにした映画です。ぜひ皆さんご覧になってください。はい、こちらは、はい、こちらの方は、4月の17日土曜日からですね、渋谷ユーロスペース、それから横浜シネマリン他で上映開始です。はい、すみません、もう1本あったんですが、ちょっと時間の関係 で、ね、来週また紹介させていただきます。はいはい、申し訳ありません。で、はい、今日の、お別れの曲なんですが、オープニング曲はですね、セリーヌ・ドゥオンの、タイタニックのダンスバージョンでお送りしました。でお別れの曲は同じくセリーヌ・ドゥオンのとピーボ・ブライソンが歌っております、美女と野獣の曲でお別れしたいと思います。すいません、今日もお世話になってしまいました。はいはい、ちょっと時間間違えちゃいましたね。はいはい、また来週生配信ご覧ください。はい、バイバイ。どうぞ。To say the least.